よいしょ。よいしょ。安倍昭恵さんという人は、その、スバルのね、ブレーデスバルの、ね、そのブレーデスセーダーの、ブレーデス艦隊、要するに、ね、光の艦隊ですよね。過去やね。じゃあ作戦全部過去や。なんか全部知ってんねん、ブレーデスの作戦値。あ、ごめんね、スバルの作戦。まあ、ブレーデスの作戦言うても、それはうちの作戦やから。まあ、上のうちの作戦と下のうちの作戦は違うよね、もちろん。違うねん、それが。だけど、スバルの作戦は一緒やんか、ずっと光やから。え？で、作戦変えようと思ったら、スバル以外の光使わない。作戦変わらへん。シリウスとかね、オリオンとかね、例えば。だけど、で、それも全部光やから過去やんか、嘘が過去だ。じゃあ読まれてまうやんって。それは無理。どんだけやんねん、欲しい本だ。さすがに処理できへんわ。さあ、当たり前やろ。スバルやったら7種類しか光ないねんから。一つの星は全部同じ種類の光。実は。まあ、元素も、元のその光が、その光になった元の元素が、そうそう、光の種類の違うっていうのは、要するに、もともと何の元素やったんかっていう、それだけの違いね。元素分解もされてるよ。それ、素粒子やねんから。な？だからじゃあ、遺伝子が全部、一緒に光になるんじゃないんですかって。まあ、そりゃそうやけど、そのケースは一瞬で光になるのかんから、だから分解が生じたら無理や。どうやって一瞬で光になるんですか、遺伝子が。仮想しかない。仮想。仮想やったら一本の遺伝子が一瞬で素粒子になるやろうけど、じゃあその素粒子は何ていう名前の素粒子ですか、知ってる？失敗することもあるよ。その時は素粒子にならないの。元素止まり。で、どれが分解だね。元素分解されない。で、元素分解されんかったら、宇宙に逃げれないですし、どうなるかって言ったら、浮遊でも。リスク高いの。焼けの毛は。焼けのこれリスク高いの。でも、焼けのこりあるやん。仮想、仏教の仮想。な。で、あれはもう骨壺に入れたらあかんと言われてるでしょ、焼け残りは。で、実際、しっかりもう範囲までなってたら別に骨壺入れてもいいけどね。それは確かに、祖先との遺伝子の結晶のもの。ね。だけど、まあ、炭化はしてるよな、炭化。炭化結晶。ダイヤモンドじゃないけどな。ダイヤモンドですって文学じゃなくてダイヤモンド文学じゃなくてダイヤモンド科学。あ、ダイヤモンド科学です。ダイヤモンド科学って文学じゃなくてな。まだめんどくさい時代って分かったでしょ、みんな。ね、ダイヤモンドって言うの、科学物質なのかな。いや、失礼な。ダイヤモンド科学物質じゃないですって。科学物質なんか違う定義してるんですよ。汚染物質とかその添加物とか農薬を化学物質、それ以外は化学物質じゃない、公害も化学物質、それ以外は化学物質じゃないと思ってます。それはちょっと勉強してないっていうか、報道があるよ、報道が、新聞が知らんの、それかわざとあかんって。人間の体も全部化学物質でできてるんですけど、農薬とか添加物飲まない、うまくその摂取しない体も、髪の毛もこれ化学物質ですよ。アミノ酸とかタンパク質も化学物質の一つです。元素も化学物質なんか、分子も原子も。いや、原子は失礼な、爆弾じゃないですよって。まだおんねん、そんな人。習うねんね、学校で。そこ通らへんの、そのそのお店は。拒絶しはんの。誰がそんな拒絶しはんの、先祖が拒絶しはんの。だってそれぐらいのは楽勝で通りますよ、人間のお店は。楽勝で理解できるよ。先祖が嫌だった場合、処理できない。なんでじゃあ先祖が青なんちゃうねん。先祖は処理できてるから嫌がれるねん。処理できるから先祖も嫌がる。だからそういう
極寒をわざとさせてるねん、先祖、自分が苦しいから。子孫に極寒させてる。そういう原理ですよ。わかりやすいでしょ。だから、先祖のことしっかり苦労しなさいんですか。なぜ苦しいんですかって、もうちょっと教えてくださいって言うから出てきたのかね。なぜ苦しいんですか、でーっけって、先祖に言ったけど言ってみたんだけど。な。それ書いて残してくださったらよかったけど、できへんからこうやって伝えてんねやろって、あの人に。何があったんですかって。言いたくないよ。まあ、こんだけはできた精神病院ってかもしれない、みんなはね。パニクるから。なんでかって、なんでそんなパニクりますね。先祖のありがたい声です。初日は、2日目、うん、そう、3日目大丈夫。4日目大丈夫。5日目、うん、なんか、なんかかゆいぞ。6日目、なんか吐きたくなってきた。7日目、あ、お酒飲みに行こうかな。入ろうかな。で、12日か、まあ、17日を過ぎるぐらいにはだんだん、なってたりするやろ。毎日、だから少なくなった。毎日してくれたら先祖頼んだ。頼んでんはずやで。というわけやから、あまり、それやめてくれ。ちょっと待ってください、ご先祖様、実は、僕にはお願いがあるんですが、聞いてくれませんか。おい、今度そっちが。ご先祖様、だって、未来を教えてほしいの。過去にか。だって神様なんでしょ。そうだよ。でも過去の未来しか知らんと。お前は過去に起きた未来が欲しいのか、未来を自分で作れないのか。自分だって。またがやらしいやね。では人として、まあ過去やから、どうかった、それはじゃあ未来。だから白い肌の人はちょっと過去思考強いでしょね、権威とかこれあってね。で、結局その、あ、ちょっと残念です、カンマ兄弟。